which has never had such a fun time in such a short amount of time. But we've got to see where things go today.何かよ。早く膝掛けの下に入れてくれ。ワッチの尻尾をカイロと一緒にするでない。それだけいい毛並みだと膝掛けの下にあるだけで分厚い毛皮を山と積んだ時のような温かさがあるからな。そうだ、お礼に贈り物だ。これまでは修道女の格好をしていれば面倒がなかったが、この先のクメルスンは違う。聖教徒と異教徒が混在している町だからな。こいつは聖教徒だが布教をするつもりはないという意思表示だ。見えるところにつけておかないとな。なんだ、本当に贈り物だと思ったのか。わっちの耳を見くびるでない。もっと火をついた何かを期待していただけじゃ。それで町はまだなのかや。もうすぐだ。ようやく温かい飯が食えるんじゃな。もうわっちゃこの寒い中冷たいカイを食いたくはありせん。まあ楽しみにしておけ。クメルスンは大市の真っ最中だし、大きな祭りも始まる頃だからな。祭り？ラッドラ祭と呼ばれている。毎年ものすごい数の人が押し寄せるんだ。食い物だっていろいろあるぞ。ジャガー主よ、余計なものを買っても懐は大丈夫なのかよ。お前の買い食いぐらいなら許容範囲だ。心配することはない。結局リュビンハイゲンでお前に桃の蜂蜜漬けも買ってやれなかったからな。その分だと思ってくれればいい。そうかよ。じゃがな。なんだ。わっちが買い食いをしたらその分宿が貧相にならぬかや。それなりのところには泊まるつもりだ。それとも部屋に個別の暖炉がないと嫌だとか言うつもりか。そこまで言うつもりはありせん。じゃがな、わっちの買い食いを言い訳に使われては困るからの。言い訳？金がないからという理由でベッドが一つの部屋を取られたら困る。わっちのたまには一人でゆっくりと眠りたい。あれだけ間抜けないびきかいて寝ていてよく言うな。なんじゃと。無理だな。お前は俺の好みじゃない。ちょっ、嘘じゃないことくらいわかるだろ。つまり、主はこういうわっちが好きなんじゃろ。とーけが、アホな押すほどか弱いのが好きじゃからね。か弱いのはむしろの頭の坊じゃと気がつかぬ。わっちにか弱い姫の役を期待するならば、主は屈強な騎士でなければならぬ。ところが現実はどうじゃ。しかし思えば、主は一度騎士になってくれたか。忘れておるのかや。ややこしい銀貨の話に首を突っ込んだ時、地下水道で。何もうれっぷしの強さだけが騎士ではありません。しかし、わっちゃ誰かに守ってもらうなんて初めてのことじゃったからな。これからも大事にしてくれね。あら、大事にする。一生悪かったよ、好みじゃないなんて言って。ワンちゃん、ヌシのそういうところが好きじゃな。まあ、宿のベッドは一つでも構わぬが、その分、飯の皿は二つが良い。わかった、わかった。2 beds, same bed, same bed. But take a food and one bed. And you do have a second openWe're now past the second call. I never heard this type of call.あとはこれから行く町ならではの素材というものがある。町に着いてからのお楽しみだ。
que le hablan de comida o algo, de cómo se emociona. ¡Chattara! あの荷馬車に良いのがあったら買って晩飯にするなんてのはどうかよ。あら、さっきから風の具合で匂ってきてたんじゃが、あれは魚を運んどるじゃろう。本当に港だね。スポンケンって言わないと。魚。魚を？ええ、数匹分けていただけないかと。申し訳ありません、うちは魚を売る先が全て決まっているんです。失礼ですが、行商人の方ですか？ええ、リュビンハイゲンから来たところです。それでしたら、ここから半日ほどの湖で漁師たちと交渉すればおそらく譲っていただけますよ。ここのところ鯉のいいのが取れてますね。ああ、いや、買い付けではなく今晩のおかずに何匹か譲っていただければと思ったんです。そうでしたか。商売熱心な人だ。新しい儲け話を考えようとしている。お恥ずかしいところを。夕食用の魚を探しということは、今晩はクメルスンにお泊まりでしょうか？はい、冬の大市と祭り見物に。宿はご予約されましたか？いえ、祭りはまだ始まっていませんよね。もう宿が足りなくなっているとか。はい、ラットラ祭は毎年数日前からそうなんです。そうなんだ。でしたら召喚を頼ってみます。あ、組合所属の方でしたか。失礼ですが、どちらに？ローエン商業組合のザイ・クメルスン召喚です。なんと素晴らしい偶然。私もローエン所属なんです。おお、これは神のお導き。言うと、この辺りでは禁句でしたね。大丈夫です、私も南出身の聖教徒ですから。レルミ・アマーティです。商売上はアマーティで通っています。クラフト・ロレンスです。ロレンスと呼ばれています。こちらはホロ。訳あって共に旅をしていますが、夫婦ではありません。ペカドレス。よろしく。よろしく。ホロさんは？はい、一応は遍歴の修道女です。それでは多少の旅の困難は神からの試練ということですね。と言いますのも、二部屋は難しいのですが、取引先の宿屋なら一部屋は都合をつけてもらえるはずです。そんなお世話には。もちろん私も商人ですから、商売を考えてのことです。宿ではたっぷりと美味しい魚を召し上がっていただきたいのです。なるほど、やはり商売がお上手だ。それではお願いできますか？お任せください。気に入った。ああ、祭りがよく見えそうだな。本当にいい部屋だね。さて、まずは飯じゃ。魚。あまり気をつけて下ろした店。商人仲間からの手紙だよ。さっき立ち寄った召喚に届いてたんだ。何が書いてあったんじゃ？ほら。必要な情報というものは大抵いらなくなってから来るものだ。笑えるだろ。ガチャ、字が読めぬ。そうなのか。覚える文字の種類が多すぎる。それに不可解な組み合わせが多すぎる。な、俺も苦労したい。で、なんとか。今年は北の大遠征が取りやめになったから、ブグの扱いに注意しろ。手紙を見ると見ないとでは天国と地獄じゃねえ。手紙一枚に入る情報が本当に運命の分からぬ道だな。まあ、腹の足しにならん手紙はいいから、早く飯じゃ。任せです。
かなりホロにおねしっぽいね。立派な部屋をありがとうございました。正教徒なんだよね。どういたしまして。アマーティさんのご紹介の宿ですから、お料理を楽しみにしていますね。はい、自信を持っておすすめします。アマーティが見たら詐欺だとわめくかもな。しかしいい酒じゃ、故郷を思い出すな。それに魚も良い。あの若造なかなかの目利きじゃな。あの若さでな。それに取り扱ってる量も並じゃなかった、うん、それに引き換え主の積んでおったにあれは何じゃ。もっとパッとしたものを扱えんのか。それともリュビンハイゲンで失敗したのが答えたのかよ。ま、地味ながそれなりに利益は出るはずだ。それにパッとしないものばかり扱っているわけじゃない、うん、ほう、保証とかは俺の荷馬車にはお前がいるからな。あら、おう、キレガンシア。あ、アンゴマチェック。まあ、主はその程度じゃない。お前、もう少し俺に気を使ってもバチは当たらないだろう。オスは優しくするとすぐ図に乗りんす。味を占めて繰り返しそんなセリフを聞かされてはたまらぬからね。なら俺も今後は。オスは優しくしてなんぼじゃ。それにワッチがシュンとしておれば、主は優しくしたくなる。なんか本当にお互い転がされ入ってるの。姿形は10年もすれば忘れるが、物の味や匂いは何十年経っても忘れるものではありせん。この酒は唯一のものと似ておる。あ、そうなんだ。北の地を巡礼していた時、異教の神である狼を崇めていたその町は、異教の神、狼を崇めていたその町は、昔からこんな強い酒ばかり飲んでいたのか。気高き剣王にはこれくらいでないと似合わぬ。随分と進んでいるようだが、明日の朝どうなっても知らないぞ。これしきの量、なんということはない。わっちは剣王じゃぞ。All right. 大丈夫だ。なんかやら、そう、俺そうだ。飲み切ってる声です。ドラムスタイルだ。やっぱり。やられてるでしょ。水差した時も用意してもらっておくから、おとなしく寝てろ。ちょっと出かけてくるからな。はい、よ。That's super, I guess. Mark! Volta Yoshida? Gengo? Mark? Respondia Mirt Wanderji. How long do I speak? Crazy. Wow. Jamashita みたいだな。何？ピトラの山の神様のありがたさを説かれていたところさ。あいつら言葉が通じると思うと、すぐこれだ。金ピカの神殿から出てこない神様より山の神様の方がご利益があるかもしれない。違いない。豊作の神様は大抵美人だというしな。あら、お前んとこの嫁さんのようにか。口がうまくなったな。で、お前もご利益のある話を持ってきてくれたのか。どうせここには商売の話で来たんだろう。ああ、リュビンハイゲンから釘を持ってきたんだ。買い取ってもらいたい。釘？町は麦の商店だぞ。麦を売るついでに釘も売れるんじゃないかと思ったまでだ。北からの客にとっては家の雪対策には必需品だろう。はあ、まあそうだが、釘は要は3パテの長さが120本、4パテが200本、5パテも200本。実はリビンハイゲンの鍛冶屋組合の折り紙付き。10リュミオーネハンなら買い取るよ。安すぎるな。知らないのか。今年は北の大遠征がなくなったんだ。不要な剣や鎧が鉄に潰されると釘の相場も下がる。10リュミオーネだって高いくらいだ。それはもう少し南の方の話だろ。この季節に居潰すための燃料を高騰させては話にならないだろう。ああ、なるほど。そんな火事場があればお目にかかりたいな。確かに。まったく、釘なんか専門外だ。じゃあ
16ルミオーネでどうだ。高い。13ルミオーネ。15、14と3分の2。それで頼む。さすがだな兄弟。で、現金払いか、それとも貸しか。貸しの方がいいだろ。助かるな。この時期は現金払いが多くて参るよ。おい、ガント。はい、何でしょう。今この荷物を買った。うちの荷台に積んでおけ。後で売りに行く。は、はい。弟子を取ったのか。一人じゃ手が回らないんだよ。この町にはいつまで。北に行きたいんだな。雪で道が悪くなる前には出るつもりだ。それでも祭りが終わるまではいるんだな。うちに飲みに来いよ。ああ、分かった。きっとアデーレも喜ぶ。そうだ、うちの子供をまだ見たことなかったろ。そうか、生まれたんだったな。もう2歳になる。お前がいつの間にやら店と弟子を持って、しかも父親か。そうね、ついこの間まで駆け出しだったのにな。駆け出しだったのはお互い様だろ。でもまあ町商人になっても悩みや苦労は尽きないもんでな。行商人に戻りたいと思うことがしょっちゅうある。それでも嫁と子供と腰を落ち着けて商売ができるってのはいいもんだ。いや、忘れてくれ。まあ互いに頑張るだけだ。商人はいつだってそうだろ。うん、そうだな。いいね。ええ、ナイスガールズね。また飲んでるの？バカいじゃん。お前もまた二日用になるぞ。大丈夫じゃろう。良い酒はいくら飲んでも尾を引かぬからな。誰もわっちの後ろ髪を引く。ましてや故郷の味とあってはの、飲まぬ手はあるまい。故郷に近い味で、酔いつぶれる前にいいか。何かや。お前の故郷の場所を知っておきたい。やはり主は場所を知らぬか。うすうすそうではないかと思っておったが、どうせ余一の話になるとまたわっちがどうにかなると思ったか。なんか演説を聞いてるっぽいな。わっちはそんなにか弱く見えるかよ。いや、全く見えないな。たわけ、そこは運というところじゃ。で、どこなんだ、余一は。実は詳しく覚えておらぬ。近くに行けば思い出すじゃろうと思っておったんじゃが、まずいかな。例えばどこから町の名前を覚えていないか。それを手がかりにしてもいい。覚えておる町の名はヨイツと、あとはなんじゃったかな。ニョニョ、そうじゃ、ニョヒラ。ニョヒラか。それならわかる。知っておるのかや。ああ、温泉で有名だな。行くとお忍び、お忍びで湯に浸かりに行く大司教や国王がたくさんいる。そうか。あそこはわっちが唯一にいた頃から怪我や病に効く湯で有名じゃったからさ。そうか。パスロエとクメルスンまでの距離が入り口からそこのランプまでとしようか。で、そこがニョヒラで、向こうが北だとしたら、ヨイツはどのあたりだ？そうじゃの。あっちじゃ。南西か。距離はこれくらい。わっちの足で2日。お前の足で。かなりありそうだ。そうね。1ヶ月はかかるな。こんな話をしていると、ヨイツに近づいてきた感じがするの。そうね。楽しみじゃ。範囲がひどすぎる。それはそうね。それに雪が降り出すと、旅もままならなくなるし。ニョヒラからなら、お前一人でも帰れないか。方向はわかるんだろ。そうじゃな、ニョヒラまで行けば。わっちゃきっと、ヨイツまでの道を思い出すじゃろ。一人で帰すのは一人は会いたい。一人は寒い。一人は寂しい。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 おい、悪い方向に物事を考えるな。二日程度で行って帰れるなら、ニョヒラで待つくらいわけもない。それで十分じゃ。ニョヒラまでは案内してくれるんじゃろ。
あっちはもう少しいろいろ街を見たいからな。いいか、俺はできる限り協力するつもりだ。さっき言ったことは。オスは優しくてなんぼじゃと言ったがな。ヌシよ、あまり気遣われるのも困りっせ。ロレンソプロフォー。やっちゃいかんな。どうしてもワッチの物差しで物事を考えてしまう。別れが明確になっちゃったな、なんか。ヌシらは、ワッチが瞬きをする間に年老いてしまうからな。そんな短い生涯の中の1年はとても大事じゃ。どうしてもそれを忘れてしまう。当たり前のことを忘れておったのはワッチの方じゃ。主の様は居心地がいいからな。つい甘えてしまう。ほら。ワッチは酔ってるみたいじゃ。さっさと寝ないと次に何を言うかわからんな。絶対別れは起きるからな。